ああ、息が白い。ちょっと待ってね。あ、ダメだ。あのカメラの中にあるモヤが映ってるってやつあったじゃないですか。マスクしてる状態でそんななんていうの白い息映るかなと思ったけど、今試したら全く映んねえわ。おお。何も見えてないや。すげえなここ。撮れる？さて、なんでこんなこの場所が気になるのか。ほんと寒いな、なんかほんと寒い。寒いよ。電気つけたら引かれるかもしれない。寒いよ。震えが出る。うるさいな。さすが0度やな。寒さはわかるけども、だって顎が勝手の方も。反射鏡ある、そこに。反射鏡どこに？向こう、左が、右側。ないよ。そう、あんたが行くっていうことはなんかな、これまずいんだろうな、きっと。やっぱりわからん。あの、なんでかここだけなんていうの、滋賀の心霊スポット調べて、すっごい気になった滋賀の無料料で。なんでかあの心霊スポット見て、ここだけは絶対行こうって俺思ったのよ。俺さ、息が白くなるといかんでって、息を止めながら止まっとるで、喋らないで。この息がさ、煙だったら困るもんでさ、反射鏡ってある？そっちに赤とか白、これしかないよ。この、これないよ。あ、これと合わんな。ねえな、やっぱし。こっちかもっと。まだ敷地に入ってもねえんだよな。これ気が進まねえな。あ、あの、気が進まないので言ったら俺も進まないよ。今全体に俺らを囲んどるんやって。でしょうね。やべえな、なんか俺取り憑かれてんのかな、ここに。やっぱり音が聞こえんだよな。ああ、そうね、ラップ音っていうかパチパチの音しないもんな。下は獣？分からん。今ね、皆さん、僕ね、今こうやって出ると息が白くなるもんで、息を止めてやってるもんで静かになります。すいません。まさか息と煙の差が分からなくなりそうぐらい寒い。そう、あの、まさか0度になると思わなかった。0度なんですよ今。めっちゃ寒いんですよ。あ、指先かじかんできた。いや、やっぱそれ行くべきなのかな。だから言ったじゃない、ワンチャンモヤが取れるって。
俺あの市外の森よりワンちゃんやべえんじゃねえかって思ったもん、最初見た時。ここさあ来ました。鼻が痛い。手が振るって話だった。よいしょ。初期上はと。どんぐらいやばいっす体感今。はい、皆さん、ここのやったちゃんと説明しちゃって歩きながら。タラオ処刑場跡。こちらの心霊スポットは江戸時代の処刑場の跡地で、肝試しをした人がガサガサと音を聞こえたので足元を見てみると、甲冑をつけた足を見たという人や、処刑されて首のない霊を見た人、帰りに事故を起こした人がいる等、心霊経験をした人がかなりいるそうです。ちなみに現在現場は今でも市跡としてきちんとした形で残されています。メガネが曇って見えねえ。いいよ、先進んで。ビビってんな。あのワンちゃんもや出る可能性を思ったら、俺ね、あなたに前進んでほしいんだよ。俺やだ。何の不安を感じてます今あなた。だから言ってんじゃん、ろくでもねえ場所だって。俺不安、さっきから言ってんじゃん、俺不安つらつらと。早く言ってよ、なんで進んでくれないんや。あ、違う、なんかあなたが止まったからなんかあれなのかなって。まったく、何？いや今なんかあさってしたなって。ゲップみたいな、あれ？え、急になんか音が消えたか。仕置き場はここです。下ってか、この右ですな。こっちか。マジか。だよな。なんか急に音、な、俺らが向いた途端音がしなくなった方向なんだよ。ちゃんと撮っとる？ゆっくりしちゃったよ、カメラを。寒い、後ろが寒い。うん、後ろから風来るんだよな。なあ、プレ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 。これか。今なんかドンって言ったぞ。多分俺が木の棒を引っ掛けてこれが動いた。てめえバカやろ。ぶっ飛ばせ。ダメだ、メガネ曇って何も見えない。くそー、もうメガネが。コンタクトにしないかな。よいしょ。あ、そういうのないの？これか？え、これ。いて、足引っかかった。これだな。生っぽい。生っぽい。なんか生のこういうとこ初めて来た。失礼します。お邪魔します。失礼します。失礼します。わかりました。
来ません。そうだろ。やばい、カメラに収まらんな。うわー、6体か、6体7体か、マジか。うわー、あ、びっくりした。木の棒がすげえ、なんかすまん。よいしょ。これうん、市街の森とどっちがやばい、同格。いや、皆さん怖い。車体に取ろうと一生懸命やったんだけど、うん、6体7体が木の方から、木のこの変な話、この木と木の間から、うん、7体ぐらいかな、感じられたな。白い、白いっていうよりも、うん、怖い。多分あれ以上行くとなんか俺もうや違う寒さが来た。ごめん、その違う寒さか、どっちの寒さかわからない。は違う。あなたいいよね、声が聞こえないのが。いやー、ついてきとるね。なんでこった、走る、いや走らない。くそ、なんなんだここ、しつこい。多分関係されてるの俺なんだよな、うん、取り憑かれやすいね。よし、撤退しよう。くそ、くそ、くそ。ついてきてる。そう、どうもすみませんでした。すみませんでした、もう来ませんね。くそ、くそと変なとこ 足入れた。くそ。かな、くそ、またやっちゃった。これ動いちゃった。積んで見えとるの、積もりじゃねえもんね。レンズの高さじゃねえもん。そう。嫌な気持ちってここか。はい。嫌な気持ちってこれか。はい。ちくしょう。はい。まだか。まだついてきてる。来た。くそ。ああもう。うぜえ。
ごいな。眩しい。はい。もう。お祓いが効かねえ。うっそだろ。何や、お祓いが効かねえ。くそ。え、くそめんどくさいタイプじゃん。ああ、もう鬱陶しいな、こいつが。え、まだ6人、7人来てる？違う、行ったんじゃないか。ずっと行ったんや。ちょ、前歩いて。はい。気がついてる、俺。あら、くそ。今そこにおる。今そこにおる。俺狙い？そこにおる。今そこ。むっちゃ俺狙いや。しまったな。下見するべきだぞここ。やっぱりか。お花持ってくるかなんかしてかんと昼前に。おお。頭痛い。痛いよ頭が痛い。風邪かな。嘘だろ。乗り移られんだけね、もう何とかしてかんだから、これお祓いができねえ、除霊ができねえ。そんなタイプおるんだ。うん、除霊ができない、除霊できない。寒いでかな。うわあ、除霊ができない。まあ、いって、くそ、ムカつく。やたらめったら赤なんや。やたらめったら赤なんや。ライト邪魔。えい。でも多分あなたが抵抗やめた人。めんどくせえ。あそこか。お、先行ってて。了解です。いいよ、説明しておいて。何やってるか。分かんないよ、俺が分かんないもん。除霊ができない。そんな根強く残ってるタイプか。すごいな、ここ。お昼下見来よう。死が終わらねえ。ここ行ってみる。